指揮者の上下関係、プロに聞いてみた。おはよう、りょうちゃん。ただいま。帰ってきたね。帰ってきちゃいましたよ。日本にね。はい。なんか最近テレビでね、マエストロとか言いようところをテレビで見たわけよ。はい。で、なんかマエストロって偉い人なんだろうなっていうのは分かるんやけど、うん、指揮者って上下関係あると言うと、僕はヨーロッパでは、僕でもマエストロって呼ばれるんだけど、僕がね。基本的にはリスペクトの言葉なんだけど、うん、簡単に言うと上下関係は僕はないとは思うんだけど、うん、その上下関係って発生するの日本だけだと思うから、日本ではあるのかなと思って、僕はそこは気遣って、誰彼構わず、敬語って話します。まあでもね、敬語取っ払ったらすぐボロ出ちゃうもん。いや、出ないわ。ボロが出ちゃうからね。安全策でしょ。いや、まあそうですね。それはバレたらいけないことだから言っちゃダメでしょ。